はい、皆さん、毎度毎度、太いカーラーでも、パーマでもね、ロットでも、センター巻くときのね、コツね、まあ、どこ巻くんでも同じなんだけど、太いんでセンター巻くときも、一本でも巻くの減らそうと思って、横幅たくさん取るとね、うわーっと、それね、花咲いちゃうから、サイドにね。これも8割ぐらい8割ぐらいにしといた方が無難だね。根元の付近でね、スライスの横幅あんまり広く取んないでね、わかる？ロットに対してね、横幅ね、まあこんなもんだね。あんまり広く取んない、この端っこ1センチぐらい余裕を持って巻いた方が巻きやすいね。太いロットでも細いロットでもね、下手くそな人に限ってね、横幅ね、1回1回まで取っちゃうのよ。1本でも巻くの減らそうと思ってね、本当もう最悪よ、負けない。こんなんでもやっぱりちょっと手が滑ってペーパーが取れないね。こんなんでもまあこうやってね、毛先ね、まあ巻きづらいね、これね。ね、ちょっと巻きづらいね。まあペーパーね、長いペーパーがあればいいけどね、まあこう折ってね、まあこうやってね、折らないようにちょっと折ったね。はい、またね、はい。こんなんでもね、こうやって巻くとね、最後、こんななっちゃうかんね。ね、こんなになっちゃうとかかんないってね。いや、結構かかるもんで、そんなワッとしててもね、かかるんやかかるからね。意外とテンションよりも曲げたことの応力でかかるから。ね。巻きづらいよね、これね。ねえ、まあこんなのだとこうやって巻いちゃうけどね、無理やりね。うん。ねえ、巻きづらいよね、下手くそ先輩が切ったやつなんかね。ねえ。ねえ、こうやって、両側、こうやって押さえてないとダメだよ、こうやって。巻き終わった時ね、ゴムかけ終わるまでね。両脇ね、こぼれないようにね、押さえてないとね、こうやってね。ほんでゴムかけないとね、ああ手離すとかでみんな出てきちゃうかのかってね。こういうのをきれいに巻こうったってね、巻けないからね。幅広く取るともっと広くなるから、幅広く取るともっと広くなる。狭い方が巻きやすいね、太いロットね。ああ、ほんで毛先が今シャギ入ってきたね。ああ、ねえ。こうなっちゃうと本当中間巻きしたくなるよね。うん、毛先押さえていてね。うん、まあ簡単にはいかないよね。うん、ね。であと輪ゴムかけてね。輪ゴムをかけ終わるまで指離せないよね、こうやってね。指離すとこんなになっちゃうからね。はい。